はい、こんにちは。本日は2017年の12月、木曜日、14とかですか。はい、今日も快晴ですね。いい天気でございます。ね、いい天気で、朝晩は冷えるというね、天気的な冬ですね。ちょうど今朝ね、水道、ね、家の方の水道、出荷場の水道がみんな凍りましたね。ようやく涼しい気になりましたね。出荷の時はね、ですから夜の間にね、チロチロと水を出しかないと凍っちゃいますんでね。そうすると昼ぐらいまではね、使えなくなりますんで。さて、寒いと膝が痛いんですよ、膝がね。さて、ここはね、私の場合30枚ぐらい畑あってね、ABC とかで、うちは表記してるんですね。こっちはが J、K、L、M とかっていう風にこんな感じでね、やってるんですけど、だいたいここ、こうザーッとね、見えますかね、こう、そこの、そっちは大根、後半の大根のからずーっと来てね、ここだけで、こう右側だけで2ターンちょっとね。で、こちら側がこう春大根のところと、これは人参ですよね、秋冬の人参で、これが万世の水菜、みぶな、葉物ですね。で、今あっちで植えてるところがレタスなんですけど、だいたいここからずっとこうパーンしてきてね、この奥のところまで入れて、だいたい1箇所でこれで1ヘクタールぐらいですね。1丁分、単でいえば10単とね。だから1箇所にこれぐらいね、まとめて続いた状態でね、畑があるというのがおそらくね、理想なんじゃないかなと思うんですね。まあまあ、ここも本当にここを最初にこちら側をね借りて、それでしたらもう隣のねこっち側もやってくれないかっつって、ここでどんどん来ちゃって、もうじゃあもうついでに全部やりますっていうね。まあこちら成田大栄っていうところですけどね、本当にもう耕作基地がバンバン広がってますんでね、こうやってやり始めたところを1箇所借りたら、もうそこを拠点にズドンと周りを借りちゃうっていうね、それは効率的でございます。さあ、ということで何やってるかしますと、このサニーレタス君ですね、サニーレタスを植えております。ちょっとね、苗の出来がね良くないんですよ。まあ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 、よいしょ、ね、今専属スタッフ愛さんと一緒にね、こちら側がビミタス、半結球レタスをね、植えて、トンネル張ったところですね。これ2本目。よいしょ、もう12月はね、レタス、ね、春大根、春人参など、で、あとはこのレタス系ですね。あと葉物、なんかトンネル栽培がね、バンバン入ってきてるところでございます。ね、もう、マルチ張ったんですけどね、ずいぶん前に張ったので、もう土が硬いんですよね。よいしょ、ちょっとね、苗がね、ちょっと恥ずかしいですね。ちょっとこれを見られるのは恥ずかしい苗ですね。失敗しておりますね。まあでもね、とりあえず植えましょうってことでね、やっちゅるわけですが、ちょっとちっちゃくて失敗ですが、だからといって植えないわけにはいけないんですよね。もうこの時期はね、本当に働いている人、周りの農家さんみんなね、もう畑には出てこないですね。うちだけですよ、こうやってね、この12月の師走の押し迫った時期にね、働いているっていうのはね。よし、よいしょ、あ、まあ、手じゃあれだな、はあ、日中は暖かいんですけどね、朝晩は冷えますな。ここはね、もう周囲は多分あの辺にそうですけど、ウサギのね巣があったりしてね、ノウサギが結構ね、レタスが好きなんですかね、レタスと人参が好きなのかな、を割と作る畑には寄ってきますな、ノウサギくんね、かわいいですけども、なんだか今は法律上飼ったらダメだそうでね、よく知りませんが、捕まえるとね、キュー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 言って可愛いですよ。よいしょ、買いませんが。でもなんかあれなんですか、フランスとかじゃウサギ食べるの
法律で保護しなあかんちゅうのに食べていいわけないね。なんてなんかまた動物虐待とか言われるの。そんなこといいから誰かもうイノシシなんとかしてくれって話ですけどね。本当に最近本当にこう毎年この時期になるとね、いろんなところにイノシシが住宅街でね、本当に人を怪我させたりして大変なことになってますよね。まあでもこれはしょうがないですね。こんだけ耕作放棄地が増えちゃってね、これは結局ね、イノシシが増えるとかっていう獣害のことっていうのはまあ人災ですよね。日本の森林はみんなね、おそらく戦後も含め明治ちょいあたり、戦後も含めてですけども、杉を植えまくったわけですよね。杉を植えたんですよ、私たちの多分おじいちゃんぐらいの世代ですよね。昔はね、木がお金になったわけですから。でね、ご存知のように外国から安いね、木材が入ってきて、そして終わってしまったわけですよ。で林業が崩壊したわけですよね。で干ばつなどね、木をうまくね管理しなきゃいけないですけど、結局できなくて放置されて、で杉花粉ってね、今みんな日本人にはみんな春になったら皆さんマスクして大変なわけでしょ。あれ人災ですよね、はっきり言ってね。で林業ね、で耕作放棄地が増えて、山が荒れて、イノシシが食べるもんがなくて里に降りてきて、狼がねいなくなりましたんでね、天敵のね、これすべからく人災ですよね。でもしょうがないですね、日本の山奥で田舎で何が起きてるかなんてことはどうだっていいんですよね、この国は。そういうことでございます。このようにして日本の田舎は着実に崩壊をしていっております、米の値段が上がったとかってこの間聞きましたけど、それはそのうちねバーターかなんかしますけど、米なんか作る人いなくなりますから。もういいんでしょ、別に米なんか食べないんですよね、日本人はね。パスタ食ったらいいわけでしょ、こじゃれたパスタ食えばいいんでしょ。本当にね、俺米も好きですよ、もうパンだって好きですけどね。でも日本で本当にああいう硬いパンはね、天然酵母とかもそうですけど、だからやっぱり作るの難しい。今一生懸命品種改良をねして、日本の道場にあったね麦とかもどんどん品種改良されてて、まあいずれ作れるようになるんですよね。まあいいのかどうか分かりませんが、よいしょ。なんかねこのところちょっとモチベーションがガタ落ちでございます。何がってことはないんですけどね、何がってことはないんですけども、こんなね公共の動画で電波でやる気がないなんてことは大きい声じゃ言いませんが、曲がれないよりもうちはね客商売をやってるわけですけどね、やる気がないってことはもちろんないですけどもね、まあ抑揚と言いますかね、バイオリズムのようで上がったり下がったりあります。やる気があるときないときね、それでもね、ね一般の方の皆さんね、月曜日会社行きたくないでしょ。俺もサラリーマンやった時行きたくなかったですけど、それと同じでね、畑に行きたくないなんて、そんなことはね普通のことでございますよね。畑には休みの時には畑なんぞ見たくないね、当たり前のことでございます。それは普通のことでございます。その中でもね、でもどうなんでしょうかね、まだ僕らのやってることは気楽なもんでございますよね。少なくともね、私に命令する人はいませんので。まあね、それがいいのかどうかわかんないですけどね。でも誰かね、誰でもいいですよ、冗談じゃなくひらがなでいいのでボーナスって書いた空の封筒をくださいよね。お金は要求しません、お金は要求しませんが、ボーナスっていうね、なんですか、一時給与とかって書いた空の茶封筒欲しいですね。もうそれ飾ってですよ、神棚かなんかに飾っちゃったりなんかしてね。ねえ、農家をやっている限りにおいてはね、決して一生もらえることのないそのボーナスって響きですね、たまらんですな、自営業にとってはたまらない響きでございますよ。何の話をしたんだよ、全然なんか農業の話しないね。
もういいの農業は。よいしょと、苗の出来悪いっちゅうのもね、なんかあんまり植える気がしないことの一つなんですけどね。よいしょ、風が出てきた。冷たいよ、冷たい風が出てきました。ちょっとね、やっぱりこう土が硬いね。一回朝やっぱり凍っちゃいますんでね、やりにくいっすよ。今年はね、やっぱりこう秋のレタスがほとんどね失敗しちゃったんでね。だから今12月1月ね、普通に出す予定だったんですけど、今本当はねレタス系を入れれば葉物はちょっと少なめでいいんですけれど、その予定だったんですけど、全然こうダメだったんでね、ちょっと今葉物系がちょっと、今年ほうれん草もうまくいってないですしね、その辺がちょっとまあ痛いんですけどもね。まあまあうまくいくことはありませんのでね、この仕事においては。それでもね、ちゃんとお野菜をお届けするということが使命でございます。その辺はなんとかね、一応プロなんでね、セット野菜には支障はないんですけれども、よいしょ、苗がちょっと良くないね。よいしょよいしょ、ダメだ、全然仕事のスペースが遅い。やる気がないのがバレてしまう。ということでね、よいしょ、今日はテンションの低い動画はここまでってことにしますか。よいしょ。しかしね、本当いい天気、風がね、冷たい風がビュー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 吹き始めるね。12月の半ばね、今年もあと残り2週間ね、頑張っていきましょうということでね、2017年は皆さんどんな年でしょうか、来年はどんな年になるんでしょうということで、サニーレタスね、のトンネル栽培をやっている百姓の上の動画でございました。それではまた。